ロート製薬公式 YouTuber のネバセイココロです。今日やる企画はドッキリ。ターゲットは音。普段から音に細かいドッキリ仕掛けられてるんですよ。今回はその仕返しをしてやります。で、どんなドッキリを仕掛けるかというと、ロート製薬が怒ってます。ドッキリ。この間絵描いたじゃないですか、私と音で。その時のリトルナースマーク覚えてます？良かったですよね。トーストみたいな幽霊みたいなやつを音が描いたんですよ。あのイラストが不適切っていうことで、視聴者の方からロートにクレームが来てるというドッキリです。そして2人揃って謝罪動画を撮ろうという流れに持っていきます。まあ、ちょっとかわいそうかなって思う部分もあるけど、今までのねやられた分をちゃんとやり返していきますよ。真面目にやります。ネバセイココロです。じゃあもうすぐ音が来るので、ロートが怒っているドッキリスタート。ロート製薬公式 YouTuber のネバセイココロです。弟の音です。この度は皆様にお詫びをさせていただきたいことがあります。先日イラスト対決の動画内で、ロート製薬メンソレータムのロゴであるリトルナースを描いた際に不適切な表現をしてしまいました。ロートの製品を広く認知していただきたいという意図だったとはいえ、結果的に視聴者の皆様並びに企業関係者の皆様に誤解を与え、不快な思いをさせるようなイラストになってしまったことを心からお詫びいたします。今後同様の企画を行う際は、皆様に安心して動画を楽しんでいただけるようクオリティの高い作品作りに励んでいきますので、今後とも何卒よろしくお願いいたします。申し訳ございませんでした。申し訳ございませんでした。音も練習し、メンソレータムのリトルナースマークを正確に描けるようになりました。では改めてリトルナースマーク描いてみてください。はい、じゃあ描いていきます。これが外側に書いてあるんだよね。そう、偉いね。よいしょ。ちゃんとロゴ全部を書いてくれるんだね。ちゃんと勉強したからね。よし、じゃあ人を書いていきます。うん、問題はそこ。こんな感じだっけ？そうだね。よし、顔は描けた。問題はそこ。大丈夫かな。大丈夫かな。大丈夫かな。うん。できた？できた。これが怒られない絵？怒られない絵だと思うよ。完成しました。その絵じゃまた怒られちゃうよ。え？どうして？もう分かった。私が描くね。じゃあ姉ちゃんに見本見せてもらおうかな。まあね。プロだとしたらね。え？時間なんていらないんですよ。もうできたの？もうできた。早っ。いくよ。ドッキリ大成功。イエーイ。はぁ？イエーイ。音引っかかった。なにそれ。クレームもロートからも怒られてません。はぁ？音ごめんね。頑張って真面目に書いたのにこれかよ。いやでも上達してた。本当に私一瞬あ、どうしようこれいけちゃうんじゃないかなって思ったけど、顔描いた時点であ、ダメだなってなった。いや本気で描いたんだよ。ちゃんと反省してたからめっちゃ悔しい。楽しかった。私はだろうね。うん。いやあ、そういうことか。そういうこと。よかった。でも本当にクレーム来たと思ったでしょ。うん、来てもしょうがないなと思ったよ。いやー、私もね企画を考えた時これ本当だなって思って、来てるかもしれないなって思いながら。いや本当だよ。いやー、これでねこの動画でね、皆さんが音が本当にピュアで優しい子だと分かったんじゃないでしょうか。めっちゃ悔しい。よかったよかった、楽しかったでーす。
たやりたいな、ドッキリ。もういい、姉ちゃん覚えててね。絶対今度仕返しするから。させません。ご視聴ありがとうございました。おすすめ動画を見ねばと思った人はこちら、チャンネル登録をせねばと思った人はこちら、ツイッターを見ねばと思った人はこちらをチェックしてくださいね。ネバネバ言い過ぎと思った人はグッドボタンよろしくお願いします。